アメリカを除く11カ国での TPP 発効に向け、事務方トップの会合が神奈川県の箱根で始まり、アメリカの TPP への復帰についても議論しました。我々のその何ていうんですか、姿勢としてはね、やっぱりこうあくまで TPP12 の早期発効ですから、そういう意味ではアメリカが帰ってくるとそれを遅くしていくかということも重要な要素だと。会合ではどうすればアメリカが TPP に復帰してくれるか各国が意見を出し合い議論しました。また日本政府はニュージーランドやオーストラリアと連携し、 TPP に後ろ向きな姿勢を崩さないカナダなどの国を説得していく考えです。事務方トップの会合は今日まで行われます。